いただきます。どうもパンケーキことキシレトと申します。皆さん今日は何の日か知ってますか？今日はなんとエイプリルフールとかじゃなくて、まあね、まあ、今日はエイプリルフールよりも大事な日じゃないですか。エイプリル、今日はエイプリルフールの動画とか上げてる人いないっしょ。いや僕上げちゃったけどさいやで今日は新しいね元号が発表される日ということで、5月の1日から新しい元号に変わるんですけど、そのね新しい変わる元号が今日発表されるということで、だいたいね11時45分ぐらいに発表されたんですけど、でそのね新しい元号が令和ということで、そのね令和という文字を筆で書いていきたいと思います。それではいきましょう。間違えちゃったあれだね、ビーコンの方だね、ビーコンの方にして、ちょっと今ピーポーピーポー聞こえるけど、ちょっとそれはごめん、聞こえてたらごめん、僕だけにしか聞こえてないかもしれないけど、外でめっちゃピーポーピーポーなってたわ。さあ行きましょう。なかなか難しいんだよな筆で書くの。あ、いいんじゃない？あ、割といいんじゃない？これはいいよ。あ、どう？あ、めっちゃよくない？例に見えるよね。あと和だね、和。待って、和かけるスペースなくない？わわ、めっちゃ狭まりそう。難しい。ちょっと待って、なんかあそこ動いてるやつあってちょっと邪魔だな、できなさそうだな。できるかこれ。小さめに書きたいけど、ちょっとこの動いてるやつめちゃくちゃ邪魔だな当たるしペシってなるし、いやーダメだな、短いな、上の冠的なところがめっちゃダメだな。むずいぞ漢字書くのむず、北斎で。レイ、あ、なんかあれだな、三水ついてるっぽくなっちゃった。三水ってか二水、なんか冷えるの方のレイに見えるな今の。こっちに書いてみる。そしたらなんか横のスペースあるし、なんだっけ、この敵もいないし、敵っていうかこいついないからいけそうな気がするけど、レイ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 、なんか上の点がちょっと変だな、なんか微妙な難しいぞこれ書くの。でこれ方向の切り替えをねジャンプでするっていうのを、僕さごめんなさい、ちょっとあの新元号の発表が楽しみすぎてアラームを設定したの忘れてました。いいよ、今まで一番綺麗に描けたかもしれないこれ。 OKOKOK 次行こう。わね、わ難しいな、わ難しいな。で、なんか、その書き順通りに書こうとしてるけど、漢字の書き順通りに書こうとしてるけど、適当に、ちょっといけるとこから書いた方がいいのかもしんないな。こっちの右のね、口とかね、適当に四角書くぐらいの方がいいかもしんない。いけ。
いいね。あ、いいんじゃない？これかなりいいんじゃないですか？これはいいんじゃないですか？お、あ、いい。めっちゃ見える。レイワだわこれは。いいね。新言語レイワ。あの写真撮りたいな。どうせだったらせっかくだし。操作がおぼつかない。こうね。あ、いい。そう、かぶっちゃった感あるけど。ピカちゃんが。なんかかっこよくない？レイワって。レイワってかっこいいんだけど。まあね、僕が予想してたのはね、アンっていう字がつくかなとは思ってたんだけど、でもなんかその平成の平とね合わせて、あの令和の和と合わせてね、平和ってなる感じで、なんか平成のところをなんか継ぎつつみたいな、平成の意思を継ぎつつ次の元号だぜみたいな、そういう感じがしていい感じがしますね。かっこいいよね。これは略称は R なのかな。平成は H で昭和は S だよね。令和は R なんだろうか。L じゃないよね、さすがに。いや、R かっこいいなぁ。R っていう、あれ好きなんですよ。ローマ字？アルファベットか。あ、いい。すごくいい。せっかくだから、平成も書きたいな。平成も書いときたいな。平成書くのかなり難しそう。平成書くのかなり難しそう。ビーコン置いといて、ビーコン置いときの、いや、なんか一筆目で結構失敗した感あるな。あー、あははもう完全にダメだ。いや、むずいぞ。やっぱね、多分だけど左右対称の字ってね、難しいんだよやっぱ。そのね、バランス取ったりするのがね、なんかそれっぽいこと言うけど、どうなんだろう。書道家の人いましたら、よかったら聞かせてください。なんか聞いたことある気がするね。あの、左右対称の字の方が難しいみたいなことを聞いたことあるんだけど、その線どういこう。このままいくか。このまま、そのあそこの一番長い線を書きつつ、で、一回戻って、払いを書いて、で、あの、ちょぼっとしたとこを書いて、どんな字だっけ？この長い、あー、インク！インクがない。で、これどうやって再開しようかな。あのね、書道ではね、同じとこ2回書いちゃダメなんでね。皆さん、こういうことはしないようにしましょう。で、だって平成のせい、どういう字だったか忘れちゃったんだけど。ここの線があって、で、最後に右にちょぼりんこだ。ほっ、ちょぼっと。オッケー。あ、でも割といい感じなんじゃない？ビーコンを立てて、あ、いいけど、ちょっと、だからビーコンの位置がダメだったかな。もうちょい手前の方に、ビーコンを置いて、真下向く感じで。あ、いい！すごくいい！これ平成ですわ。いい！はい、というわけで今回は、令和っていう新元号の字と平成というね、字を書かせていただきました。平成から次の元号、令和になることで、なるということでね、まあ、次の元号でも頑張っていきましょう。それでは、ごちそうさまでした。またね。バイバイ。